ご無沙汰してます。今日はですね ICL っていう視力の矯正手術を受けてきたのでちょっとそのレポートをさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 ICL 何かちょっとご存知まだない方にちょっと簡単に概要を説明させてもらいたいんですけども、インプラントコンタクトレンズ手術の略で、もう名の通りなんですけど目の中にコンタクトを入れる、でそういう手術ですね。視力は 0.01 もともとなかったんですよ。今 2.0 両目ともあります。でですね、お医者さんはもともと 2.0 はちょっとあんまりお勧めできないなと、老眼が早まるかもしれないからねって言ってたんですけど、どうせ受けるなら高い視力がいいなと。やり直しとかもできちゃう手術なんで、将来的にやっぱり視力強すぎるなと思ったらまた入れ替えちゃえばいいやと思って、で結局 2.0 で押し切った形ですね。 2.0 でやっぱりやった人がいて、あいいよって言ってたもんですから、結局僕もお医者さんから勧められた 1.5 とか 1.2 ではなくて、2.0 でやったっていう感じですね。で ICL と比較される、似たような視力矯正手術に、レーシックっていうのがあります。でレーシックっていうのは、多分日本だとレーシックの方が ICL よりメジャーなんで知ってる方も多いと思うんですけど、レーシックでかかる費用がだいたい20万前後で、自分がやった ICL は今回75万6千円かかりました。なんで同じ視力矯正手術でレーシックの方が4分の1ぐらい安いのにその高い方を選んだのかについてちょっと話させてもらいたいんですけど、レーシックっていう技術自体は前から知ってて自分でもいろいろ調べたりしてたんですけど、調べてましたし、いい技術だなっていうのもよく分かってて、失敗例もその統計見る限り少ないですし、一部のその広告宣伝とかがうまくいったんですかね、そのインフルエンサー的な人が多分レーシックやったらよかったって言って若い人が一気にやりだして、ですごい数の、日本だと結構いろんな人がやってるっていうイメージがもうあって、友人にも何人かいて、そんなに悪くないっていうのは聞いてますから、いい技術なんだろうなっていうのは思ってたんですけども、僕の考えですけども、そのレシックは一回やってしまうとレーザーで角膜を削りますから、元には戻せないですよね。それでレシックはちょっと躊躇してたところがあって、で ICL に関してはその、さっき言ったみたいにレンズを中に入れてコンタクトレンズによる視力矯正ですから、嫌になったら外せますし、 ICL にした理由の一つとして、今後ですね、今は多分レーシックや ICL が多分主流になっていくというか一番進んだ視力矯正だと思うんですけど、多分これももう10年もしたら古いやり方に変わってると思うんですよ。最初人間って目が悪くなったらまずメガネが登場して、でメガネがその後そのお医者さんで入れる超でっかいコンタクトレンズ、あれが登場して、でその後自分で入れられる超ちっちゃいコンタクトレンズが流行って、でそれも古くなって今ソフトコンタクトレンズが出て、今ワンデーとかハイドロなんとか系のソフトコンタクトレンズが出て、それが今主流だと思うんですけど、他にも今もっといろいろあるんですよ。寝てる間コンタクトをつけて外すとその視力が1日だけ狙った視力に回復できる、寝てる時だけコンタクトレンズをつけるっていうレンズがあったりとか、レーシックもあるし、レーシックって実はレーシックが有名なんで他2つがあんま注目されないんですけど、レーザー光を使った別のもう2つの手術もあるし、この ICL でこれは全望型のレンズと光望型のレンズって言っても、結構ですね、視力矯正の方法っていろいろとあって、この技術自体も多分もうじき古いものになると思うんですけど、そうなった時にその新しいやり方にもしかしたらやりたくなるかもしれない。でそういう時に ICL だったらレンズ外せば終わりなんで元に戻るんで、それで ICL を選びました。で見え方についてはもうただの、コンタクトですからね、コンタクトをつけてる時の感じと全く一緒ですね。で手術についての様子もちょっと話してみたいと思うんですけども、手術が昨日だったんですけど、3ヶ月ぐらいかかりましたね。その ICL を受けたいって初めて病院に行った日から3ヶ月ぐらいかかりました。で実際何してたかっていうと、何度も行くたびに目の検査だったり視力検査をしてました。目の中にレンズを入れちゃうんで、患者さんが狙った視力にするためには基準になる目の状態がもちろんあるわけで、体調とかによってやっぱり変わるみたいなんですよ。2週間ぐらい開けたのかな、2週間ぐらい開けて3回ですね、視力検査とか目の圧力とか柔らかさとかを見てあるみたいですね。で
自分の目の状態を正確に把握して、お医者さんに把握してもらった上で、あ、じゃあこういうレンズがいるねと。でそれを海外に発注するんで、まあ、1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよ、来るまでに。とで来た連絡が入って、レンズ来たよ、いつ手術するみたいな。あ、じゃあ、明日でもいいんですか。あ、それは無理って、2週間後だねみたいな。昨日手術してきた感じですね。で